ごめん、エイジ。私と別れてほしい。え、どうして？もう、エイジのことは好きじゃないの。だから。そんな、俺は葵のこと。それじゃ、さようなら。待って、葵、俺の話を。夢か。今日から社会人デビューだっていうのに幸先の悪い。俺の名前は中野英二。今日から社会人としてデビューする23歳。とある事情で東京の大学へ進学したのだが、卒業後地元の会社に就職するべくまたこちらへ戻ってきた。地元に帰ってきたからかな。高校時代の夢を見るなんて。もう5年近く前のことなのに、未だに吹っ切れないってどんだけめめしいんだよ俺。社会人になるんだし、しっかりしないとな。それじゃあ一人ずつ挨拶をしてもらおう。まずは君から。はい、中野英二です。以前は東京の。え、英二？え、葵？二人ともどうしましたか？いえ、なんでもないです。すみません、続けてください。まさか葵も同じ会社に入社してたなんて。彼女は花咲葵、高校時代の同級生で、俺の元カノだ。高2の夏に俺が告白し、OK をもらって付き合い始めたのだが、3年の秋に突然振られてしまった。それっきり、葵との関わりはなく、もう会うことはないと思っていたのだが、こんなことなら地元に帰ってくるんじゃなかったな。葵。エイジ。久しぶりだね。ああ、そうだな。まさかこんな場所でまた会うなんて。私もびっくりした。もう会うことはないと思ってたから。気まずい。それじゃ、そろそろ戻るね。また。ああ、また。ああ、きついな、これ。入社式から数ヶ月が経った。使用期間も終わり、いよいよ正社員として本格的に仕事が始まる。これだけ意識してるってことは、まだ未練があるってことなのかな。ちなみに葵とは、あれっきり話すことはなかった。同じオフィスにいるということもあり、顔を合わせることは何度もあったが、なんと声をかけていいのかわからず、結局喋ってはいない。向こうはとっくに、俺のことなんてどうでもいいと思ってるんだろうけど。で、噂をすれば。あれ、葵、なんだか表情が暗いな。どうしたんだろう。心配するくらいいいよな。葵、どうしたんだ、暗い顔して。え、エイジ、別に何でもないよ。そうか、にしては。大丈夫だから、私そろそろ戻らないとだから行くね。あー、やっぱ声かけるんじゃなかったかな。あの感じ迷惑だったのかも。ニカの主任、今日も機嫌悪かったな。最近ひどいよな。ちょうど新入社員が入ってきたタイミングからだっけ、あんな感じになったの。そうそう、花咲さんかわいそうに。あれ相当やられてるっぽいぞ。まあ、あの子かわいいし、男社員からの人気高いもんな。そりゃ主任も苛立つだろうよ。あの人プライド高いもんな。自分以外がチヤホヤされてるの嫌いっぽいし。ニカ、それに花咲って葵のことだよな。今の話、もしかして葵。その後、葵の様子が気になり、こっそりと観察をしてみた。すると、あの人たちの言っていたことが本当だということに気づいてしまった。どうやら葵は、ニカの主任さんに相当ひどい扱いを受けているようだった。ろくに指導もしてもらえない。悪口を言われる。不必要な残業をさせられる。数日観察しただけで、これだけのことが見えてきたのだ。正直、俺が出しゃばるものでもないのかもしれないけど、あんな場面見せられたらな。さすがにこれは見て見ぬふりはできない。すみません、急に呼び出してしまって。あなた、確か中野くんだったかしら、新入社員の。そうです、営業一課に配属された中野英二です。そう、それで一課のあなたが二課の私に何の用かしら。その花咲葵さんって確か二課に配属されてましたよね。ええ、彼女がどうかしたのかしら。実は彼女は昔の知り合いで、最近元気がないので何かあったのかなと。それで上司である私に声をかけたのね。何か知ってるんじゃないかって。はい。
残念だけど、私は何も知らないわね。社員のプライベートなことなんて何にも。それじゃ、会社でのことはどうですか？どういう意味？心当たりありますよね。俺、ずっと見てたんです、お二人のこと。知ってるなら最初からそう言えばいいじゃない。どうしてわざわざ回りくどい言い方をしたのかしら。それは、あなたが悪いことをしていると自覚があれば、自分から話してくれると思ったからです。あ、そう。けどごめんなさいね。私悪いことをしているなんて気は全くないの。あの子本当に使えないんだもの。それを指導するのは当然でしょ。でも、明らかに指導とは言えないこともしてますよね。あなたは上司なんだから、きちんとした指導を部下にするのが仕事じゃないんですか？ふっ、男にチヤホヤされて調子に乗ってるのが悪いのよ。それにあの子どんくさいんだもの。このくらいがちょうどいいわ。あいつは、そんなやつじゃないですよ。主任さん、お願いです。葵への嫌がらせ、今すぐにやめてあげてください。いやよ、私あの子のこと嫌いだもの。むしろこのままいなくなってくれた方が、私としては嬉しいくらいだし。そうですか。どうあっても、葵への態度を変えるつもりはないみたいですね。残念だけど諦めてちょうだい。それじゃ、私は仕事に戻るわ。あなたもせいぜい頑張ることね。できれば、大ごとにはしたくなかったんだけどな。どうしてこの私が降格なの？しかも聞いたこともない田舎の支所に移動だなんて絶対おかしいわ。どうやら主任さんに処分が下ったみたいだな。あの日、密かに会話を録音していた俺は、そのデータを上司へと提出した。本当は、ここまで大ごとにはしたくなかったんだけど、主任さんの考えは変わりそうになかったから仕方なく。その結果、主任さんは降格と異動を言い渡されたようだった。処分内容はどうあれ、これで葵への嫌がらせもなくなるだろう。これで葵に元気が戻るといいけど。ん？話したいことがあるので、仕事が終わったら時間ください。マジか。ごめん、急に呼び出して。いや、いいよ。それにしても、こうやって葵と二人で喋るの久々だな。そうだね。昔は一緒の時間の方が多かったのにね。ああ、あの頃は毎日が楽しくって。って、こんな昔話をするために呼んだんじゃないよな。ねえ、エイジ、どうして私を助けたの？あ、やっぱりバレてたか。言わないようにしてたんだけどな。そんなのわかるに決まってるじゃん。ずっとエイジと一緒にいたんだもん。どういう性格をしてるのかなんて、全部わかってるんだから。急に主任さんの異動が決まって、何かあったのは間違いないなって思った。それで、こういう時に何かするのは、エイジしかいないってのも。だからエイジには相談もしなかったのに。そこまで読まれてたのか。伊達に長い付き合いじゃないな。なんで助けたかって言われたら放っておけなかったからだけど。エイジ、そういうところあるよね。私のために自分を犠牲にしようとするの。別に犠牲にしてるつもりはないけどな。でも、一歩間違えたらエイジが危なかったんだよ。今回はエイジに何もなかったからよかったけど。エイジのそういうところ、好きだけど嫌いだった。いつも私のことを優先して、自分のことは二の次で。大学だってそう。エイジの実力ならレベルの高い大学だって行けたはずなのに、勉強のできない私に合わせて志望校のランクを下げようとして。それは違う。いや、葵にレベルを合わせたのは本当だけど、あの時の俺は葵のいない大学なんて行く価値がないと思ってたんだ。葵と一緒に大学生活を送りたかったから。だから志望校を同じ学校にしたんだ。でも私がいなかったら、エイジはもっとすごい人になれるはずなの。エイジの人生に私って存在は邪魔なの。それはきっと今の会社でだって。ごめん、あの時ちゃんと言ってやればよかったな。そんなの気にするな、関係ないって。エイジ、俺、葵と別れてからの5年間本当に辛かったんだ。葵のいない毎日はひどくつまらなくてさ。だって俺は自分の人生がどうでもいいって思えるくらいずっとお前のことが好きだったから。だからさ、邪魔だとかそんな悲しいこと言わないでくれ、エイジ。そんな
たの。私だって同じだもん。私も本当はエイジと別れたくなんてなかった。でも私の存在がエイジの邪魔になるならいなくなった方がマシだって思って。私もね、大学4年間はずっと後悔の毎日だった。エイジと別れた日のことがずっと忘れられなくて、あんなこと言わなきゃよかったって。だからまた会えた時は本当にびっくりした。泣いちゃうかと思ったくらい。本当はもっと話だってしたかった。一緒にお昼だって食べたかったし、仕事終わりにこんな風にまたおしゃべりだってしたかったけど、振った私が今更そんなこと言う資格はないって思って。そんなの関係ないって。だいたい俺だって葵とまた話がしたくて毎日いろんなことを考えてたんだからな、エイジ。それで改めての言葉になるけど、花咲葵さん、ずっと好きでした。よかったら俺と付き合ってくれませんか。はい、こちらこそよろしくお願いします。今の告白、昔と全く同じだね。ああ、せっかくだからな。今日からまた新しい関係を一から始めたいって思ったからさ。うん。こうして俺はまた葵と付き合うことになった。紆余曲折あったけど、今度はもうこの手を絶対に離したりはしない。絶対に。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。